夏の甲子園がスタートということで、前のオリンピックの動画での、ね、中でも話したんですけども、台風でちょっと延期されて、野球の日からちょっと始めることはできないということでね、8月10日、鳩の日に延期されちゃったんですけどね。まあ、台風はしょうがないんですね。まあ、オリンピックの閉会式にまさかのダブル台風がね、襲いかかってくる。台風選手団が入場してくるというふうには思いませんでしたけども。まあ、オリンピックに台風が近づいてくるというのは、これはもうしょうがないことなんですよね。これを想定しているのか想定していないのかはちょっとわかりませんけどね。まあ、最悪な事態をね、想定しながらというね。まあ、オリンピックにはなったのかなとは思うんですけど、どうでしょうかね。まあ、結果的にはこの東京オリンピックによって人が増えちゃったんですけども、まあ、この話はね、前の動画で話してるので、そちらの動画をぜひ見ていただければと思います。ということでね、今回ね、ただの予告動画にはなるんですけども、甲子園のね、様子というものをこうお伝えできればなと思います。初日からですね、また開会式からこう、まあ、閉会式に向かってということで、まあ、どこの高校が優勝するのかね、ちょっとまだ分かりませんけども、まあ、優勝候補、まあ、大阪桐蔭しかり、まあ、初出場の高校もたくさん出ておりますので、ぜひそちらの、まあ、一つ一つの戦いにぜひ皆さん注目していただければと思います。夏の甲子園と言っておきながら、この動画上がるのが2月ということでね、もう、冬なんですよね。次の甲子園が行われようとしておりということでね、まあ、ちょっとあれなんですけども、まあ、見ていただけるのであれば、ぜひ見ていただければと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。